2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になったアナリ、1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間陽先生です。今回は半間陽先生の FX 投資を紹介しておりますけれども、簡単にこのような正確な投資ですね、ここのカッコの中、ここのカッコの中、ここの中、カッコ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 の中あたりをね、投資 しましてね、コンピューターは真ん中で投資してまして、各自でよりいいところを打つわけですね。こういうのは外れてますからね。ただ、ここの上で入れてますので、ここでこんなに稼いでて、ここでは負けてますけどね。これはここですね。これは大きく負けてますね。ということでね、これをまた、ね、これ最後73時間ですかね。73時間だから、ここかな。それならここだから、ね、こっからがここ、これが、ここかな。73時間1ラインですね。1H ですね、これね。ね、総合的には 0.01 ピップス以上ですね。0.0179 勝ってるんです、平均でね。だから、この投資としても、1、2、3で勝ってるわけですね。17ピップスずつぐらい勝ってるんです、これ。平均でね。で、勝率は 78% で41回投資されてるわけですね、これね。今回はね、このシグナル通りじゃなくて、ちょっと通してみたんですよね。だから、ちょっと今度、ここら辺で決算しておきましょうかね。ちょっと待ってください。これね、ここら辺まで起きたら、決算していきましょう。っていうのは、これ概略投資の試験投資ですから、ちょっと自分で判断で入れたんですね、シグナル通りやんないで。これでこうやっとくよね。これにこうやっときましょうね。上すぎるこんなですね。これちょっと待ってね、これちょっと上すぎるんで、こんぐらいになったらいいかな。これに貯めておきましょう。
これはこれでね、こう閉じといて、ちょっと出たらまあいいだろうという感じで。というのはこのシグナル通りで打ってないんで当てにならないんですよ、自分の判断だから。こういう時に打てばもうこういうふうに勝ってるんですね。こう打った時にこう勝ってるんですね。これ73時間だから、そうですね、でこんぐらいの幅ですね。だからこれはこれですね、これはこれでいいんだな、これはこれですね、これはこれ、これはこれはこうね、これは負けてますもんね。これはこれですね、でこれでこうこんなに勝ってるんで、これは前ゼロでもないけど、これはちょっと勝ってると、これも勝ってる、これなんかもうほとんど勝ってですね、これも全部勝ってますね。これはもうこう流れてなければもうほとんど勝ちですね。この計算値っていうのはもう非常に大事でね、正確に出してるんでね、まあ本当にこれは正確なんです。これで200兆円稼ごうと思ってますね、うん、いや伊達じゃなくてね、分析が正確なんですね。けどね、このね、あの片寄せボリンジャーバンドね、これが最大の特徴なんですね。これがすごく正確なんですね、片寄せ。ただのボリンジャーじゃないんですよ、両サイドこう出ますよ、ボリンジャー、こう片寄せボリンジャーって言ってね、僕はね、あの改良して作ったやつですね。で括弧でしょ、この中に打つんですね、シグナルが出たのね、それだけなんですね。でこれはこれでいいということでね、数カ国と、ね、これでいいんですよ。でこれはこれ置いといて、数カ国をセットしといて、これで ACHF でしょ、これをチャート表示して、ここでないでしょうかとかね、これチャート表示して、ここでないでしょうかとかね、いろいろね、こうやって調べるんですよ、ここでね、何がいいかな。でこれでいいシグナルが出た時に投資すると、スプレッド悪いのは表示されないようにしてるね。まあこれ一つ目でありますでしょ。あ、これ違うね、ちょっと。これ家を壊しちゃったね。これそう、寝ないね、走ってないね。で、これは、こうなんですね。ちょっと、JP がちょっと、CHF があったね。CD かな、USB CD から。USB CD から。これで。
これでね、いいのを探る、アンテナ間違った。で、これでね、探すわけですよね。シグナルで。見つかるとね、白文字になりますから。ここですね。一応いいのをね選んであるから、正確は何でもいいんですけど、スプレッドはね短いのでいいのを 探してますけど、まだ1個しか出てくるんですね。各国でこのようにね、こうですね、これだけあるけどもまだ分析はこれしか出てないですね。ね、うん、オンにして数カ国をね、いいのを見てね、調べてます。どうしよう、これでしょ、ね、ここ見つかったらね出てきますから、これも見やすくなんでしょう、ね、時間こんな時間になっちゃった。もうすぐ半前の先生は、うん、で、こうですね。もうこんなにマイナスになるのか。こんな感じでね、いい通過をね、24時間つけておいて出させると。でそのシグナルでね、こういうふうに白くなったやつ、うん、あ、誰だ、そうすると喋るテレパシーで妨害者が虫取ろうしてるから気をつけないと。頭24時間ね聞いてるんです。で人間全員で動くからね、悪さするから、悪じゃない、嫌な、うん、仕事の僕はね、核爆弾を落とすということで、ね、押さえていて動くんでね、人間たち全員だからね、僕はね。で、必ずそうですね。肩を切ろうとするの、ここの首あたりね、こればっかり、また妹が父に毒殺してるからね、警察が味方で
妹がね、また旦那さんが弁護士やって、会員ぐらいから始めてたらしいみたいですね。100万円以下の裁判官。グルだね、殺人の。で、全然関係ないんだけどです。全体がね、低い地位だからね、その程度だと。裁判官の一番下っ端の方ですね。2番目ぐらいですね、下からね。で前ね、別の裁判官でもやられたんだね。泥棒で強盗をやられて盗めなくて訴えてきてね、中国の人がね、っていうのはね、東京裁判所で。相手に訴えられて、罰金取られますね。盗めなくて被害を受けたって。強盗ですね。盗みですね。それで訴えてきて、ね、頭おかしいの。裁判官もいい加減にして、でたらめやってきて、グルになってね。人間全員だからね、裁判官は。控訴したけどね、ミスされたの。裁判所はもうめちゃめちゃだね。で、あとその、それか福島原発がひどいんだよね。これは私が3ヶ月前に連絡したんだけどね。その前に付け火するからね、ということで。あの、特攻隊で人間たち死んでも全然関係ない。こっちに、ね、の攻撃って絶対止めないって政府は。政府がやった付け火だからね。事故じゃないんだ、あれは。で、そっちの方が大きいんでね。で、関与してないんだ。では、そんなことでね、仕事妨害が入ってるんで、テレパシーで脅かしがまあひどいんですね。首を切ろうとするんですね。危なくて。妹がやってくるね。徹底して、親殺ししてるから。それで、すいませんね。ちょっと危ないんで。